皆さんこんにちは、バスチャンネルです。今日は愛車紹介第2弾としてコースター R の紹介をしていきます。この車トヨタのコースター R という社名で売り出されているんですけれども、元といえば日野自動車のリエッセの OEM になってます。トヨタ自動車に問い合わせると日野じゃないとわからないって言われたり、逆に日野自動車に問い合わせるとこれはトヨタの車だからトヨタじゃないとわからないというふうに言われたりするんですけれども、コースター R とかイスズのジャーニー J とか、これらはですね日野リエッセの OEM の車なので、基本的にはリエッセと同じものだと思って問題ないです。で、外装がもともと結構傷が目立っていたので板金をしてみたり、あとは人生初めてオールペンをやったのが実はこの車だったりするんですよね。そういう意味で結構勉強をさせてもらえた教材のような車というふうに考えてました。ここから全塗装というのがハードルが一気に下がったので、いろんな車を塗ってるんですけど、やっぱりできるようになることが増えてくると楽しいですよね。で、これが RX4J、 隣に並んでいるのが以前ご紹介した RX6J、 後継型のリエッセですね。大きな違いはというとブレーキランプの配置が実は違うんですよね。前期型の方は離れていて、後期型の方はくっついて隣同士になっています。それ以外は、大きな違い、エンジンが J05C と J05D というですね、違いはあるんですけれども、外見はですねそれとフォグランプの場所が違うっていう感じですね。あまり大きな差という感じではないので、正直同じ車でしょと言われると、同じような車ですねって感じですよね。あとは年式相応っていう感じですかね。平成12年製なので、サスペンションフロントのエアサスが若干漏れがあるっていうところが気になるポイントですね。この辺もゆくゆくは直していきたいなとは思っています。この車もともと北陸地方で走っていた車なんですけれども、幼稚園の送迎バスだったんですよね。そんなこともあって走行距離はわずか6万キロと、バスだったら50万キロとか走ってても全然おかしくないと思うんですけれども、わずか6万キロということで、ミッションとエアサス以外の状態は結構いいかなと思って乗ってます。ちょっと今 BDG の後期型のリエッセの方に乗ってるのでナンバーは外してしまったんですけれども、では早速車内もご紹介をしていきます。はい、車内上がってきますと一番最初に目につくのが床の色ですよね。もともとこういうグレーの床が張ってあるんですけれども、この上にですね屋外用の三月というところのですね防滑シートというものを貼っています。フロアマットですかね。これ貼るとだいぶ雰囲気が変わりますよね。で、実は車内座席も全て交換をしてます。もともとちょっと薄い29人乗りのシートがついてたんですよね。リクライニングができないシートだったんですけど、これ乗る人が大変かなっていうのと、あまり見栄えが正直良くなかったなというのもあったので、全部外して大型観光バスのシートを移植しています。ただ大型観光バスってご存知の方もいると思うんですけれども、5列シートなんですよね。片側2列で補助席がついて1列なんですが、小型バスになると幅がちょっと狭くなるので5列入らないんですよね。なんで片側実はこれこう半分に切ってるんですよね。半分に切って、で足のフレームの部分を溶接してっていう感じで1個1列シートは作っています。この時まだ私は溶接の技術がなかったので、仲間に手伝ってもらいながらこのシートを作成してきました。あとは
後ろはサロンシートっていう感じにしているので、もう8人がもう U の字、この字になって座れるようになってます。これ全部で21人乗りになってます。ちなみにこのシート結構リクライニングがすごいんですよね。いい座席を使っているので、はい、ここまでリクライニングできます。わかりますかね、結構角度がすごいですよね。最近のバスとかだとここまで倒せるのあまりないんじゃないですかね。シートピッチなんかも自分でアレンジしながら据え付けていったので、本当にお勉強をするいい教材になった車ですね。で、運転席はというと、この車オートマなんですよね。実はやっぱり乗用車とかだとマニュアルの方が運転操作大変だからめんどくさいっていう方もいると思うんですけれども、バスの場合逆にですね、変速のショックというのを気にしなきゃいけないんですよね。乗り心地とかそういったところにも影響してくるんで、なのでむしろオートマの方が乗りにくい、運転疲れちゃうような感覚がありますね。なんでやっぱり、まあ、製造された時はマニュアルが基本でオートマがオプションだったんですけれども、まあ正直なところマニュアルの方が運転はしやすいかなっていう感じですね。あとはトランスミッションの状態がちょっと良くないようなので、近々これも交換しなきゃなとは思いつつ、結構時間が経ってしまっています。結構ね、元の状態と比べるとかなり大きな変貌を遂げてます。これ作っていく中でやっぱり座席の配置とかどういう風に取り付けていくかっていうのはすごく悩むポイントでしたね。前なんかはこうヒーターがついてるんですよね。でこの辺りをどうやって干渉しないように取り付けるか、変な場所につけると足を伸ばした場所にヒーターがあったりとか、あとはそもそもヒーターのユニットの上にフレームを置くと かぶってしまって置けないとかっていうのがあったりして、結構難しいんですよね。かといってヒーターもなかなか移植できるもんじゃないん で後ろもね、タイヤハウス周りが足の長さがバラバラになっちゃうので、もう思い切って移植してかさ上げをしています。なんで階段を上がって後ろに上がるようになって、2台のエンジンを比較してみます。右が前期型 RX4J の J05C エンジン、 5307cc のエンジンです。で、こちら側が RX6J の J05D エンジン、 4728cc です。比べてみるとベルトの付き方が違いますよね。これ KC も KK も BDG もそれぞれエンジンの置き方が微妙に違うんですよね。で、比較してみると若干やっぱり J05C の方がエンジン音がうるさいのかなというのが車内でも分かるような感じですね。出力はというと J05C よりも実は J05D の方が標準でターボがついているので、実は J05D の方がよく走るという車だったりします。ただ J05D の方もターボを使うと燃費がだいぶ落ちてくるんですが、これターボを使わないで 7,80 キロぐらいで高速をゆっくり走ってると、だいたいリッター7キロぐらい、まあちょっとした乗用車って言うんですかね、大きめの乗用車ぐらいの排気、燃費になったりするので、意外と悪くないかなと